玉作り用事は、茨城県水戸市出身の元プロ野球選手。水戸市高では、中堅守として、エース橋本正夫養子1954年の夏の甲子園に出場。しかし1回戦で、この大会に優勝した中京賞の中山俊、竹投手に、完封負け。卒業後は、橋本と共に1955年に西鉄ライオンズ、入団。 高卒ルーキーながら一軍に定着する。翌1956年には外野人の一角に食い込み、5月からは一番打者に起用される。同年は規定打席には届かなかったが打率。297を残した。1956年からの3年連続日本一に貢献、西鉄黄金時代を支えた名脇役の一人である。 1956年の巨人との日本シリーズでは、全7試合に一番打者、中堅手として、先発出場、20打数8安打1打点の高記録を残した。翌1957年は、高倉照之に一番打者を譲るが、その後も、瞬速高打の外野手として活躍、特に流し打ちに定評があった。1960年には、初の規定打席に到達。 1963年の巨人との日本シリーズでも全7試合に左翼手として先発29打数9安打と活躍する。1964年には打率284を記録した。しかし1966年からは打撃成績が下降西脇工事、三好守らに定位置を譲る場面も多くなる。一方でチームの本拠地である。 平和大球場の観客動員が低迷。親会社の西日本鉄道が球団の経費節減に動き、豊田康光をはじめ高学年報選手のトレードや引退が続く。玉作りもレギュラーであったにもかかわらず、31歳の若さで1967年オフに引退した。その後は実業家として活躍している。俊足で知られ、百五十六年の巨人との 日本シリーズ第3戦では1試合3盗塁のシリーズ記録をマークしている。また閉殺打も非常に少なかった。個人打撃連続記録パリーグ公式サイト。ありがとうございます。